しておりました。私はね、会場時間をね、ちゃんと伝えてなくて、早く着いちゃったら外で凍っちゃうと思ってて、でもね、ちょうどの時間にいらしてくださってホッとしました。ありがとうございます。今日はね、私のお客様は演歌の大御所。はい、素敵な女性お二人、本当だったらね、ここで歌っていただきたいなんて思ってしまうんですけどね、私たちのライブは飛び入りとかお客様のコーナーとかはないので、はい、ぜひね、主催の葉月さんとお話しして、ぜひね、このステージに私が今度はそちらで応援したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はね、5分多くね、尺をいただいているので、たくさん曲を持ってまいりました。それで私の曲は大体3分とかが多いとか2分半とか多いので、ちょっといっぱいあるので次々に活かしていただきます。松本零士さん亡くなっちゃいましたね。なんかそれを見た瞬間にね、ヤバトだと声が出るか不安なんですが、では宇宙戦艦ヤバトお願いします。
ございました。やっぱり緊張してますね。2番からコーラスに助けていただきましたね。私はね、シャンソンを中心にライブを行っておりますが、アニソンとか演歌とかいろんなジャンルが好きで、私の好きな曲をライブで歌わせていただいてますので、今日もいろいろちゃんぽんバージョンでいきたいと思います。はい、今といえばさ、ちょっとね告知しちゃおうかしら。今日ね、いらしてくださってるお客様がさつまいもの会の主催者さんが来てくださってますね。あの初角屋千葉八さん、こんな素敵なね広告、フライヤーを作ってくださいました。こちらにいらっしゃいますね。はい、でたくさんの歌手の方あの参加していただきます。さらにあの一般の方もねたくさん、あの朝10時からでしたか。はい、開演10時でございます。はい、足立区の、竹の塚地域学習センターで、はい、ですごいことに入場無料なんです。はい、でお芋も、はい、先着100名様ですけれどももらいます。はい、ね、1日楽しめると思います。はい、ぜひご予定入れてください。もう暖かくなってからですもんね。4月22日です。はい、また後ほどね、広告もこちらにありますのでご覧ください。はい、ではですね、今日来たお客様がね、ここでここのステージがすごいと一回見て魅了されたそうです。なので私はぜひ演歌の、ね、方なので演歌を歌いたいと思います。はい、津軽海峡フィニッシュします。
なんかね、トントン拍子にあのこういうのを、回転寿司という表現の仕方をするあのお兄様方で、ね、この間いらしたんですけど、埼玉県のね、このちょっとイベントに出していただいたときに、いろんな演者さん、歌もそうですし、踊りもあったんですね。日本舞踊みたいな、またサックス演奏もあって、そうしましたらね、そのお客様、あの回転寿司とおっしゃってましたでは、よくあったので2曲続けてお願いします。雪が降るラストダンスは私。お願いが離れては通らない。
1日現場に出ていただいてるんですけど、今日いらしてくださった
美月さんが、3月は日曜日に、ね、2公演の土曜と日曜は2公演なんです。そちらにね、これになるので、はい、歌のコーナーです、はい、15分間楽しいショーがあるの で2部でも、いろいろ喜劇があって、はい、と一部の方でね、マジックとか、健康漫談とかそういうのの後に一気あるくなっていくらしい、はい、ぜひ浅草にいらしてください。ありがとうございます。私の告知、私の告知いっぱいやりすぎて、でもね、やっぱりね、その、この木場で、14日ですね、はい、あと、昨日かな、Facebook とかに Twitter に流れたんですけれど、ちょっと、周囲のしていらっしゃる、中野和文さんとひろみさんが、ちょっとね、休演になっちゃうんですね。ええ心というのが27日にあります、池袋ペキパなんですけど、そこに私ちょっと代演で出させて、半年ぐらい前かな、もうちょっと前だったかな、その時もひとみさんちょっと体調不良になっちゃった時に、カンパニーの楓さんが代演なさったんですけど、今回ちょっと私が出してみたいことになりましたので、代わりに歌わせていただきます。まあ、楽しい漫才がね見れるので、で投票して1位を決めると、1位なんか賞金があるらしいんですよ。いいなぁ私も漫才やっちゃおうかなと思ったんだ私はね、ちょっとだけ司会の方と一緒に会を進めるお手伝いと、あと歌の方で、はい、その時は浅草の話としっかり流すのでぜひお時間ありましたら、27日池袋の劇場、お時間が7時、夜の、ね、7時開演です、はい、ぜひいらしてください。お願いします。そんなところですか、はい、いっぱいありすぎてねいっぱいありすぎるのはやっぱりツイッターを見ていただく感じになりますかね、はい、はい、見てください。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、はい、素敵な歌声の持ち主の石川和也さんにありがとうございました。ありがとうございました。